イエーイ、クレープ食べてます。クレープ食べて開幕戦も頑張ります。なんか急にあのライブ終わりに買い始めて真似してきました。小林パクるわって言われました。わかんないんですけど、どっちがどっちかわかんないです。画面がバリバリの方が私のです。そうです、種類も一緒なのもんね。種類も一緒、そう、色も携帯の色も一緒なんですよ。そうなんですよ、頑張ります。でも私は奥愛理さんなんですよ。奥愛理さん、奥愛理さん、もっとプロ野球よりもね先駆けて開幕戦なので心機一転変わったプレーボールズが見せられると思うんですが、ご期待に応えられるようにもっともっとねレベルアップしていけるように私も頑張って指導します。はい、よろしくお願いします。ごめんなさい、フォースシーズンね、早いですね。だからこれからも皆さん応援よろしくお願いいたします。キャプテンだからって何にも言えないんですけど、ブログを見てください。大事なことは全てライブで伝える。だからライブに来てくれ。私は今やるべきことがあるんですよ。歌詞を新たに現メンバー用に振り分けるっていう大事な、ここ誰が歌うとかいう作業を私はやらなきゃいけないんですよ。だからちょっといろいろ省略しましたいうことを。みゆちゃん、みゆちゃん、みゆちゃん、できんだぞ。私 MC で白井球審さんのモノマネをするんですよ。もういや別に全然自分のカラー破ろうって決めたから全然頑張りたいんですけど、もうほんまに怖くて、昨日の夜にほんまにガチで夢で白井球審さんとやってて、一人でほんまにずっと私ね緊張しいやから、もう終わったからしょうがないけど、みんな次もしやる機会があったら一緒にやってほしい。本当に奥ちゃんもキレイやんなよ。キレイ、可愛さはいらないんだよ。怒った、怖いですね。あれちょうだい、ちょっとやって。高校生なんで、あもうそんな関係ない、早く。4月から高校生でしょ。もう中3になるんでいいですねって言っていいの。何を規制の命令だよ。いやいいです、大丈夫です。先輩とか思ったことないんで。ねえねえ、あれはやばい、頼みなよ。タイガさん、私に勇気をください。やってください。あー頑張れそう、頑張ります。やばい、やばい、頑張る、本当に頑張ります。頑張ります。俺も信じてくれ。そうですね、フォースシーズンは本当にもうね、なんていうんですか、今まで以上に野球界に進出していきたいと思ってて、もう本当にこれも MC で言うつもりなんですけど、もう女子野球とか少年野球とか高校野球、もう全部野球全てをもう応援していきたいなって思ってて、だからもうなんていうんですか、幅も広がるし、もうよりその日本の野球界っていうのを盛り上げたいなと思ってて、もう目標がすごくなんか広がった。いいんですか、今まではこの WBC2017 年の侍ジャパンの公式サポーターになるっていうことを目標としてたけど、それが、まあ、それも引き続き侍ジャパンの公式を目標と しつつ、そのやることをもっと広げていけるっていうのがすごく楽しみなので、そこをねもっと頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。イエイ。ミクの口癖、みずきさん写真ほんと可愛いですよねって、写真を褒める。みずきさんなんちゃらかんちゃらです。みずきさんめっちゃ綺麗ですよ。写真って実物愛、写真可愛いですよね。でもブスっていうよりは良くないですか。ブス違う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 
ぶということなんですけども、あのおすすめポイントはですね、このスケスケ感でございます。まあなんか中で何やってるか見えるっていう、なんかすごいお得なスケ感なんですよね。そう、あとこの赤いズボンもなんか赤、全身真っ赤でなんかすごい熱血って感じで、はい、なので絶対一緒にお揃いしましょう。買ってくださいね、ユニフォーム受付レプリカユニフォームあるんで、よろしくお願いします。じゃあ今日から開幕戦ということで、また新しいプレーボールズを見せていきましょう。はい、ゴーゴーレッツゴーミアメンバーズ、頑張りよ。ライトオーバーこうさ、テイクバックさほぼしてないのにさ、こう腕のスイングと腰のさ、こうひねりだけでさ、こうバーンって持っていってさ、もう時間ないんだけど、違う聞いて、あのこうバーンって持っていってさ、ライトオーバーもさ、じゃあもう曲振りいっちゃおうか。それでは聞いてください、 We are Empire。 の白井球審まで3219。みんなさ、これ失笑してるけど今からやるんやからね、そうやで、やから、まあ、メンバーもやるんやで言っとくけど、分かってる、分かってます。もう一回もちょっとあの滑っ、え、おかしいだろう。水木、あやめちゃんお願いします。
番号12番の水木綾美です。面白い、それが一番面白い。私は1期生でプレイボールズに加入したんですけど、今期からあのキャプテンに就任させてもらえることになりました、なので私らしいキャプテンでプレイボールズのみんなと一緒にチームを作っていけたらいいなと思っております。そして、私今までプレイボールズに入ってからお仕事を一回も休んだことがないんですけど、ライブもちゃんあの今まで休まず出てきている記録があるので、これからもこの記録を更新し続けたいと思います。終わりなんと、この度私たちの気持ちがたくさん詰まった新曲ができました。はい、この曲は5月の3日に発売します。はい、ありがとうございます。はい、私たちとそしてみんなのことを歌った曲になります。それでは聴いてください。かっ飛ばせ俺たち。公式サポーターを目指して活動してきました。活動してきたんですけど、あのサポーターになることはできずに2017年の WBC は終わってしまいました。で、正直その時は私は何も考えられなくなっちゃって、でスタッフさんに会った時に、あのちょっとこれから私たちどうすればいいんですかってあの聞いちゃったくらい、その時は何も考えられなかった時があったんですけど、でも今までしてきたことをあの思い返してみたら、あの最初結成当初から応援してくださっている皆様や、最近ブレイボールズを知って応援してくださった方々や、いつもどんな時も応援してくれる友達や、いつも近くにいてくれる家族、そして辞めていったメンバーたち、そんなみんながいつもどんな時も自分たちのことを応援してくれていたなっていうことに気づきました。この活動をしているうちに、あのファンの方で全く野球の知らなかった方も多いと思うんですけど、あのそういう方からあのプレイボールズを通して野球を見るようになったよとか、野球のことをちょっと分かるようになったよとか、あと野球をね、あの始めましたってグループチーム作って始めましたって言ってくれる人があの増えたんですけど、そういう人の、 あのみんなの声を聞いて、初めて私たちが今までやってきたこと の、 あの意味を感じれたような気がしました。私たちは、これからも野球を盛り上げていきたいです。でこれはあのスタッフの方とかに誰かに言われたってわけじゃなくて、私が勝手に宣言してるだけなんですけど、あの私たちは
これからも侍ジャパン公式サポーターを目指して活動を続けていきます。行くよね。行くよ。そう、勝手に言ってるけど行くよね。そうそう、行くんです。行きます。だからみんなで一緒に、夢を、ここにいるみんなと一緒に夢を掴んでいきたいです。これからもプレイボールズの応援をよろしくお願いします。フォースシーズンもみんなで一緒に駆け抜けていきましょう。聞いてください。プレイボール。カットはせー、夢がプレイボール。フォースシーズン開幕戦にお越しいただき本当にありがとうございました。以上、私たち野球大好き全体直球女子プレイボールでした。